2021年5月31日月曜日午後5時の生放送です。早速皆さんこんにちは。今週もよろしくお願いいたします。今週もやってます、生放送ですね。そのいい季節ですよね。もう一年を通してこういう季節だったらいいのになって思うような、暑からず寒からず、本当にこうごめんなさい、くしゃみがね出ちゃいました。鼻がねむずがやくなりましてね、止めるいとままなくくしゃみがこう出ました。でもねインターネットではね風邪はうつりませんから安心してください。もう絶対うつりませんので。でもインターネットでなんかウイルスとかって言ってるのはあれややこしいよね。お年寄りなんか勘違いしてる人いるかもしれませんよね。ウイルスっていう言葉自体はコンピューターなんか出てくる前からねありますからね。ウイルスって言ったらそのばい菌のもっと小さいやつか、まあ要するに、まあ我々一般人の知識で言えば病気になるようなね、病気をうつすようなね、そういうものなわけじゃないですか。でインターネットのウイルスってのはまあそこから派生してないよね。結局このパソコンの具合が悪くなるようにね、悪さをするとかね、何か変な挙動をパソコンがするように、そういう不正なプログラムがインターネットを経由に送られて、まあそれを人間がまあウイルスでね熱が出たりとかね、そういうのをもじってまあコンピューターウイルスなんだというような言い方でしょう。まあ普通のね、言葉の、まあ、自然な言葉の流れですよね。だけどその人間か動物が病気にかかるウイルスとこのコンピューターのソフトのその悪いやつっては全然まあ違うものだっていうのは確かですね。もう 100% 違いますよね。だけどそのウイルスっていう言葉にこう幻惑されてパソコンのこととかよく分からなかったら、パソコンの上にウイルスがあるっていうことのパソコンの画面からね、パソコンにがウイルスにかかったりしてたらそれが自分にファッと自分の人体に移るとか、そういうふうにいないか。まあね、1000人に1人ぐらいはね想像力が豊かでね、そういうことをね思う人がいるかもしれないですね。で今週もですね、これ何の話しようかね、会話とスピーチ100の秘訣ってね、内容のある話とはどんな話のことですかっていうところが目につきましてね、私がじゃあ内容のある話をしてるのかという検証ってわけじゃないですけど、この方ね内容のある話とはどんな話のことですかということに対する、まあ、答えという形で、書かれてる、これをねご紹介で、話力っていうこの著者のね長崎先生っていう方は、まあ、話す力と書いて話力って呼ぶんでしょうか。まあそういうことでも話し方のそのを教える専門家みたいですねこの方ね。その話す話力っていうことを考えるときに、その話す価値がある内容か、まあ、内容の密度、つまり量感というものが大きな問題になること。さすが話し方の専門家、量感って量感さんじゃないですよ。話す以上何を話すっていう内容がないと文字通りお話になりませんうまいね、さすが話し方の研究家だよね。
またこう聞く立場から言えばね、うん、話し手のこう話してる内容を正しく受け止めるだけの最低限の知識になるような、そういう土壌が必要になる、うん、本来、まあ、ビジネスだとかね、そういう場面での話っていうのは内容の重み、正確さ、良さが問われますね。ビジネスの場で、ここビジネスじゃないからもう私の趣味でね話してるだけですから、もう聞いてくださってる方はね、もう趣味に付き合ってくださってるっていうね、もう世にも親切な方々ですよ、奇特な方々ですよね。うん。で、内容っていうのはね、断片的な知識の寄せ集めではない。で、それをこう煮詰めてエッセンスにするような力がね、必要。それからその、まあそこからなんか新しいものを生み出していこうっていう創造性、だとかね。そうでないと密度の高い内容力とは言えないのではないか。なるほどね。考えさせられますね。そこは断片的な知識のもうね、胸にね、思い当たり、心当たり、もう断片的な話ばっかりに終始してますからね。ノリをつけて、ピュッと貼り付けて、またノリつけて、ピュッと貼り付けて、ノリつけて、貼って貼り付けて。でも大体最初にテーマを出してね、で、寄り道、寄り道、寄り道するんだけど、最後にこうぐるっと回って戻ってきて、なんとなくね、つじつまが合ってるっていうか、全体として何らかの印象になってるっていうふうにはなってる、なってたらいいな。こういう、今日はこの話って言って、脱線したままその話に行かなかったことってあんまりないって、まああるかな。自分が意識してないだけ。うん、意識してないのは意識してないからね。うん、で、ところでってくると、まあ、話し柄が変わってくるわけでね。この話力を論ずるときに、人間性っていうか、誠実さっていうのを問題にしますけど、内容の伴わない表面的な誠実さというのは無知でしかありません。結構シビアな言い方だね。うん、人間性が誠実だったらそれでいいっていうわけじゃないよ。内容が勝負だよ。うん、話力における神格力、神格力っていう言葉出してきたね、この人ね。品格じゃなくて神格だって別のページに書いてるんですよね。神格とは何か、言葉の定義をね。この内容と結びついた知性的なもの、本源的なもの、で、自分だけでなく相手に対する誠実さ、それは内容と結びついた知性的だから、まあ相手に対してそういう話をしないといけないっていうね、まあサービス精神っていうとまあ軽くなりますけども、それは相手に対する誠実さが、それでこそあるということになるんじゃないか。私は誠実な人間で誠実に話してるんだから、それでいいじゃないか。という、逃げは許されませんよ。まあ、話し方のね、研究をしてる人に対する言葉ですよね。誰でもそうでないといけないって、そういう意味じゃないと思うね。うん。なるほどな。もう、すごい、ちょっとね、完成させる。でもね、この生放送はね、もうしょっちゅう申し上げてるように、生でとにかくやってるということがね、もう最大の価値ですってこう開き直ってそこをまあちょっと面白いなって思う人がね、聞いてくださってるということであるのだと、まあ自分としては勝手にね、王さんがね、チラシ配り終わり、今自宅へのバスの中ね、 Y さんはこんにちはね、W さんは視聴者も趣味っていう、3つのコメントをね、いっぺんに紹介したっていうのがね、その時々コメントが書かれた時に出ないことがあるんですよね。今日はそういうパターンでね。でもその
と見るとね、そのコメントが出るあたりにこの場所を左に向かってこのスワイプじゃなんだっけ、言葉忘れちゃいましたけど、フッとやると指でフッとやるとコメントが出ますっていう趣旨のことが書いてあったのでやったわけですよ。そしたら今お読みしたあのコメントがポッポッポッと出てきたので、まあ、まとめてご紹介させていただきました。なんかね、おはがき紹介コーナーみたいな。ラジオの番組でね、おはがき紹介、今でもあるか、今はなんかほぼほぼメールですよね。でそのラジオの番組聞いててね、メールが出始めの頃とかね、インターネットが出始めの頃にね、そのインターネットの URL とかメールアドレスをね説明するのにね、今こう同じ番組でメールアドレスは i@mbs1596 とかね .com って、もうそれですっとね、済んじゃうわけ。それが昔だったらね、まあ、メールアドレスということがあるということを知らないという人がいるし、使ってみようと思うんだけどどうしたらいいか分かんない。でこうかなりね、まあ、4倍ぐらいの時間を費やしてね、アットマークっていう文字の説明もなんかしてたような気がする。ものすごい詳しいとこだったら、ちょっと具体例が直ちに思い浮かばないんだけど、この URL とかね、で大体 URL も http://でそこから言ってましたよね。今そんなこと言わないよね、もう言わないでの後からをね言うだけですよね。うん、まあ飛んだ脱線でもない、脱線もう脱線いいんですよ。でもなんか脈絡のないね脱線だよね。今10年前に詰めた銀歯が取れ、自宅前の歯科クリニックにね一度、本日行き、あ、俺はね お疲れ様でございます。もう気になるもんね、詰めてたの。私もね、年末に取れちゃったんですよね。それでね、本当にもういろんな店とかが閉まっちゃうようなね、お医者様なんか閉まっちゃうような時期ですよ、29とかね。それでそのまあ行く時、大体いつも行くと今日、まあそこは多分空いてるだろうと思って行ったらね、ガガーンって閉まってるんですよ。それで前からその歯医者があることは知ってたんだけど、なんかね、春樹なんかそこにまあ思い切って行ってみたわけ。そしたらね、そこが逆にね大当たりだったんですよ。だからね、新しい歯医者さんを見つけちゃったっていう形だったんですけど、まあそれはさておき、その歯医者さんね、歯医者さんも面白いエピソードがあってね、その同じ歯医者さんがずっと昔にね、その違う場所にあって、で5000台の時にね、父がスクリューコンプレッサーの話をだいぶいろいろしましたけど、その歯を見てもらってる時にね、なんかイオンを感じた。お店の名前のイオンじゃないですよ、なんか変な音をね。何かというと、その歯医者のねドリルがね、ガガガッと、あれがスクリューコンプレッサーが動力で動いてるわけよ。でその音が自分がこう歯の治療をまさに今受けてる時にね、窓を通して壁を隔てて外に室外機が置いてある音が聞こえて、なんかちょっと異常を感じたわけで、治療が終わってから歯医者にね、ちょっと事情を話して見てもいいかって言ったら、5000台のねドクターがうんうんって言うからね、見に行った。そしたらそのドクターもついてきてね、で結局その据え方がちゃんと水平が取れてない、それで変な音がしてるんだってのが分かった。それでそのまあ人の所有物ですからね、勝手に触るなんてダメだから直してもいいかって聞いたって言ってましたね。だまたドクターがうんうんって言うからね、ピシッとこう据えつけてあげたら、ああ、いい音になりました。でドクターもすごい喜んでくれたって歯医者っていうとね、そう
その私その歯医者に行って帰って、まあ、話題で他の話題性がいろいろって話した時に父が聞いてて、そのなんていうか昔の思い出話をねしてくれたわけですよ、歯医者さん。あ、それでその内容のある話はどんな話かね、でこのような意味でも馬力をつけるということで、内容の充実はおろそかにできない中心的な課題と、まあそりゃそうだよね。その滑舌がしっかりしてるとかね、魅力的な感じで話すったって内容がなかったらねどうしようもないわけだから、まず1にも2にも内容でしょということは、内容のある話とはどんな話することですか、うん、で私どもが思考しているいい話というのはどんな内容のものか、その基準を掲げておく。ああ、なんかやっぱり物事を何でも整理してる人って偉いですね。話し方に興味を持って、もう話し方研究でね、お人様に話の仕方っていうことを教えてね、おまんまを食べたら、1ね、それはねあなた自身のものであることだって、2番、責任の持てるものであることね、3番、目的が鮮明なものであること、4番、分かりやすくて具体的なものであること、5番、筋の通ったものであること、6番、興味や関心の持てるものであること、7番、聞かせ続けることものであること、8番、その場に合うものであること、なるほど、9番、自分で意欲的に話せるそういうものね、10番、何らかの余韻の残る話であること。すごいね、10の項目で箇条書きでバッと書いてるだけじゃなくって、の1番あなた自身のものであることとはいかなることかということをね、それぞれね書いてるわけですよ。それぞれについてね、もう6行とか7行とかね費やしてね書いてるわけでね、でそういう感じの説明の仕方で、その問いがね、いろいろこれでこれだけのページの本を書くっていうのはね、なかなか出力がある、ただものじゃないですよね。やっぱ話し方の世界って奥が深い、研究してね興味を持つべきこと、あと伝授すべきことがこれだけありますよ。いやすごい、やっぱり何事も極めるっていうのはね、であなた自身の話であるっていうのはね、借り物は弱い、だから借り物っていうことの逆っていうことやね、うん、自分が本気で話せる話ってのはオリジナルの話だということだよね、うん、なるほどな。それを自分の声で語ること、だからなんか自分の声で語るっていう言葉になんかニュアンスがあるんでしょうね。なんていうか、だって自分の声以外出しようがないもんね。今から西郷ひろみの声で語りますとかね、今から田中角栄の声で語りますとかね、声帯模写をするなって、そういう意味ではないよね。本気のよもやま話本気のうまいこと言いますね、ダブルさんね。私のそう生放送はね、本気のよもやま話うまい表現ですね。もう番組のタイトルをそれにしようかな。本気のよもやま話。よもやま話、本気度 100% とかね。うん。そうすればその人なりの個性的で強い響きを持って迫るものになる。ね、20代は若々しいエネルギーを爆発させる。40代は円熟した話、ね、50、60代は深い味わいのある人間味あふれる話で語りかけるなどの方法があるはずです。このね、私なんていうかね、円熟味のある話ってこういう雑談の時ってなんかついついね前のめりになっちゃうんだよね。なんかこう思いついたことを話さないと話に逃げられちゃうとばかりね、なんかそれでそれでうんそれでうんパッ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 とかってね、まあ個性といえば個性だけど、すごいおっとりとね、まさに円熟っていう感じで話する人っておられるじゃないですか。本当に憧れますね。だから声
のトーンなどでも非常に穏やかに、一言一言かみしめるようにではなく、なんというんでしょうかね、噛みしめるようにではなく、どういう表現だったっけ私が早口でね、まくし立てるようなところがあるのはね、結構ね、ごまかしてるっていうか、単刀直入に言えば、間違えてもね、あ、間違えたなと思ってもね、次にシューッと行っちゃったから、ああ、まあいいかって。ゆっくり話しておりますと、一言の間違いが大きく印象に残るものですから、それを私自身が知らず知らずのうちに、まあ、避けてですね、早口でまくし立てるような形になっているのではないかななどと考えてみたりもすることがあるわけでございます。もうやっぱり本当にしみじみとしたしっとりした感じで話しする人ってね、本当にもう素晴らしいなって思う、羨ましいなって思う。ちょっとやっぱりそういう話をねするようにね、自分はなんかしたいなって憧れがあるね。そういう人ってやっぱり人柄もね、人柄も大変に落ち着いた、何事にも動じないと申しましょうか、またこう包容力というようなことを感じさせるようなね、まあ直ちにやるのも無理だ、今できてるとかって言って、まあありがとうございます、本当に励まして、聴取者の皆さんに励ましていただいて成り立ってるね、この生放送でございますよ。嬉しいな、そんな言ってもらったらね。ということでね、もう20分もね、あ、3分過ぎようとして、でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにとお祈り申し上げ、通居の生放送これにて失礼させていただきます。今週もよろしくお願いいたします。お聞きいただいて誠にありがとうございました。